思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは里見のキラリ、デビッドテソーロ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してデビッドテソーロ花に立ちます。その後ろからは里見のキラリ、この馬も上がっていく構えです。もう一度先頭からルージュスエルで先手を取りました。大きく離れました。エコロブルーム、その外にキャプテンシー、その外からスパークリシャール、シャインズオンニュー、それに続きます。すぐ隣にクリーンエア、外を通ってオーサムストローク、内からカズミクラーシュ、外にはデビッドテソーロ。これは少々ハイペース、先行勢には影響するか。さあ先頭はまだ5番ルージュスエルデ。ルージュスエルデさらにリードを広げました。スパークリシャール、先頭に襲いかかるキャプテンシー、3番手後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はキャプテンシー、あと 200m、 先頭は依然としてキャプテンシー。ボンドガール抜け出しを図るキャプテンシー、2着争いを制したのはスパークリシャール、キャプテンシー見事このレースを制しました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何がいくでしょうか。デビッドテソーロ前に行きそうです。キャプテンシー、それに続いています。さらにはルージュスエルデ、12番シャインズオンニュー、その後ろルージュスエルデ先手を取りました。これに続いてエコロブルーム、内からはカズミクラーシュ、その外にスパークリシャール、これに続くのがクリーンエア、すぐ後ろに雪のロイヤル、外を通ってオーサムストローク、この集団にエイム4エース、その後ろにボンドガール、隣にはドリーミングアップ。ここまでほぼ平均ペースです。さあ先頭は依然として5番ルージュスエルデ。ルージュスエルデリードを広げていく。2番手はデビッドテソーロ、エコロブルーム、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はルージュスエルテ。さあいよいよ直線の攻防、先頭を行きます。ルージュスエルテ200を切った。ここで先頭変わってエコロブルーム、カズミクラーシュ追いすがる。先頭はエコロブルーム、エコロブルーム、エコロブルーム、勝ちました。2着争いを制したのはカズミクラーシュ、その後ろにボンドガール、勝ったのはエコロブルーム、このレースを制したのはエコロブルーム。スタートしました。デビッドテソーロ好スタートを切りました。プリンアラブフェイス、この馬も好スタートを切りました。予想通り先手を取りました。ルージュスエルデ、2番手にはデビッドテソーロ、さらにはペインアラブフェイス、15番スパークリシャール、その後ろルージュスエルデ先手を取りました。大きく離れました。キャプテンシー、シャインズオンニュー、それに続きますカズミクラーシュ、そのうちに続いています。その外にクリーンエア、外にはオーサムストローク、内からボンドガール、隣にはエイム4エース。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。この辺りで先頭が変わりました。デビッドテソーロ、外を通ってキャプテンシー、内をついたルージュスエルデ、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。キャプテンシー先頭、さあ直線に入りました。これからの勝負、キャプテンシー先頭、残り 200m を通過してボンドガール追い上げてきた。キャプテンシーここまでか。ボンドガールかわす。ボンドガール1着、エコロブルーム2着です。ボンドガール見事このレースを制しました。スタートしました。スパークリシャール、これはいいスタートを切りました。ペインアラブフェイス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくクリーンエア行きました。続いて前へ行くのはキャプテンシー、里見のキラリ、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはルージュスエルデ、間が空いてカズミクラーシュ、デビッドテソーロ上がっていきました。外を通ってスパークリシャール、隣にはキャプテンシー、ここにつけたのがクリーンエア、少し間が空いてシャインズオンニュー、少し開いてペインアラブフェイス。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。さあ先頭はまだ5番ルージュスエルデ、外を通ってクリーンエア、さらに外からキャプテンシー、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ルージュスエルデこのままいけるでしょうか。間が空いてデビッドテソール、キャプテンシーここで先頭に躍り出た。200を切った。1馬身のリード、後続も迫ってくる。ボンドガール詰められるか。先頭はキャプテンシー、キャプテンシー、キャプテンシー、勝利です。
2着はボンドガール、キャプテンシー、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。予想通り先手を取りました。ルージュスエルで2番手にはシャインズオムニュー、さらにはスパークリシャール、11番、キャプテンシー、その後ろルージュスエルで先手を取りました。少し開いてカズミクラーシュ、その外にデビッドテソーロ、その後ろに雪のロイヤル、並んで7番、エコロブルーム、外を通ってオーサムストローク、内からボンドガール、白の帽子ドリーミングアップ、その後ろ外にはクリーンエア。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭はまだ5番、ルージュスエル、スパークリシャール、追い上げてきた。間を挟んでキャプテンシー、3番手、後続も追い上げていきます。ルージュスエル先頭。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭に立ったスパークリシャール、残り 200m を通過して、後続もやってくる。差が開いていきます。スパークリシャール、まだ伸びる。スパークリシャール、ゴールイン。2着争いはどちらでしょうか。スパークリシャール、見事このレースを制しました。スタートしました。デビッド・テソーロ、好スタート。ルージュスエルデ、この馬も好スタートを切りました。予想通り先手を取りました。ルージュスエルデ、2番手にはデビッド・テソーロ、さらにはキャプテンシー、14番オーサムストローク、その後ろルージュスエルデ、先手を取りました。間が空いてカズミクラーシュ、その外にシャインズオムニュー、スパークリシャール、上がっていきました。そして大きく離れてエコロブルーム、この位置です。外にはエイマフォーエース、レインアラブフェイス、そのうちに続いていますクリーンエア。この馬もこのグループ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてルージュスエルデ、2番手はデビッド・テソーロ、スパークリシャール、3番手、後続も追い上げていきます。ルージュスエルデ、このままいけるでしょうか。間が空いてスパークリシャール、さあ直線に入りました。これからの勝負、ルージュスエルデ先頭、あと 200m、 ここで先頭に立ったキャプテンシー、エコロブルーム追いすがる。キャプテンシー先頭だ。キャプテンシー、キャプテンシー勝利です。2着はエコロブルーム、勝ったのはキャプテンシー、このレースを制したのはキャプテンシー。しました。キャプテンシー、好スタートを切りました。デビッド・テソーロ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくデビッド・テソーロ行きました。続いて前へ行くのはキャプテンシー、さらにはルージュスエルデ、12番シャインズオムニュー、その後ろ先手を取ったのはルージュスエルデ、間が空いてカズミクラーシュ、スパークリシャール、その前に進出、そして大きく離れて雪のロイヤル、この位置です。クリーンエア、上がっていきました。この集団にエイマフォーエース、隣にはブライトマン、ここにつけたのがエコロブルーム。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。前はルージュスエルデ、スパークリシャール、足を伸ばしてきました。キャプテンシー3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はルージュスエルデ、その隣からはスパークリシャール。4コーナーカーブから直線コースに向きました。キャプテンシー先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はシャインズオミュー、並んでいます。カズミクラーシュ、シャインズオミュー、シャインズオミュー、1着、2着は微妙です。勝ったのはシャインズオミュー、このレースを制したのはシャインズオミュー。